マルゴット・エリーサベット・バルストロームは、社会民主党に所属するスウェーデンの政治家であり、2014年10月から2019年9月まで、外務大臣を務めた。スウェーデン北部のシェレフテオで生まれ、高校卒業もスウェーデン社会民主党で活動し、25歳で、スウェーデン議会の議員となる。以降、国会議員、政府、欧州委員会で活躍する。既婚で、子供が2人いる。 1973年に高校を卒業後、スウェーデン社会民主党の青年部でオンブズマンを務める。1977年からは、カールスタッドの銀行で会計を担当。1979年に25歳で、スウェーデン議会の議員となる。1988年からは、民政担当大臣、文化大臣、社会問題担当大臣を歴任。 1999年からは EU の欧州委員となり、2002年には年間ベスト委員に選ばれている。2004年から2009年は同広報担当欧州委員を務め、2004年から2010年まで欧州委員会副委員長でもあった。2010年に初代国連紛争下の性暴力担当事務総長特別代表となる。2014年に スウェーデンの国政に戻りステファン・ロベーン政権で外務大臣を務める。2期目の2019年9月10日、家族と過ごす時間が欲しいと辞任した。その他1993年から1994年には、スウェーデンの地方テレビ TV、バームランドの CEO をし、1998年から1999年には、スリランカのワールドビューグローバルメディアで、 執行副社長も務めた。2014年12月に来日、当時の岸田外務大臣と会談している。マルゴット・バルストロームは政治家として長いキャリアを持っており、スウェーデン国会議員、欧州委員、国連事務総長特別代表など様々なレベルの要職に就いた。スウェーデン社会民主党の幹部にはなっているが、首相候補として党の党首になることはなかった。 2014年社会民主党が政権を奪還し、再び与党に返り咲くと、首相となったステファン・ロベーンがフェミニスト政府を立ち上げ、バルストロームは外務大臣に任命される。これを受けて、バルストロームは2014年10月就任早々、フェミニスト外交政策を打ち出した。また、同10月には EU 加盟国の外相として初めて、パレスチナを正式に国家として承認し、 イスラエルを怒らせた。イスラエルは中スウェーデン大使を召喚し、バルストローム外相は、ペルソナノングラータに指定された。2015年バルストローム外相は、ツイッターで、サウジアラビアの人権活動家が無知打ちされたことを、非難、また女性に対する制限などをめぐって、サウジアラビア政府を非難したため、二国間の大きな外交問題に発展し、 また、スウェーデンのサウジアラビアへの武器輸出についても大きな議論を呼んだ。スウェーデンはバルストローム外相の悲願であった2016年6月の国連非常任理事国選挙での当選を果たし、2017年から2018年までの2年間、非常任理事国を務めた。2016年バルストローム外相のストックホルムのアパートメントが不正に待機者リストを飛び越えて入手した。 ものではないかという疑惑が持ち上がり、また住宅手当を差し引いた後の家賃支払額が32クローナしかなかったということで、汚職の容疑で検察の調査が行われた。結果的には汚職には当たらないとして、調査は打ち切られた。マルゴット・バルストローム外相は、フェミニスト政策の一環として、オンライン百科事典であるウィキペディアにおける女性の記事を増やし、より多くの女性が、 ウィキペディアの執筆をすることを奨励するため、スウェーデンのウィキメディアが始めた、ウィキギャップエディタソンを支持2019年3月の国際女性デーでは次のように述べている。スウェーデンは世界初のフェミニスト外交政策を取り入れた国です。正義と人権に基づき、同義的に必要であるという確信から生まれたものであり、ジェンダー平等は平和、安全保障、 持続可能な開発の基本的条件であるからですまた、同年8月に、ストックホルムで行われたウィッカマニアの出席者の中から30カ国以上から来た80名ほどのウィキギャップボランティアを外務省に招き、ウィキギャップのインパクトを祝福した。バルストローム外相は、世界最大のデジタル百科事典で著名な女性とその功績をより多くの人に見てもらえるようにすることは、 我々のフェミニスト外交政策の具体的な結果です。新規作成及び編集された記事数は3万2000に上り、その閲覧数が1億回を超えたということは、ウィキギャップの明確な効果です。このことが世界の多くの人を刺激し、より多くの女性のロールモデルを提供できることを願いますと述べている。ウィキギャップエリタソンには批判もあり、女性が自発的に記事を書けばよい。 ウィキギャップでよりコンテンツが増えるのは良いが政府がエディタソンを組織する必要はないなどの声がある。ありがとうございます。